はい、ブラックリストの方でも作れる銀行口座っていうのはこのぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよ。まあ全員が全員ブラックリストで作れるっていうのかどうかは保証できませんけども、今のところ私の方に届いてる連絡ではブラックリストには載ってたんだけども銀行口座できましたってことだったんですよね。しかも5分ぐらいでできましたとどういうことかっていうと、このみんなの銀行っていうスマホアプリなんですよ。これ福岡フィナンシャルグループっていうね、ちゃんとした会社が作った決済型の銀行アプリなんですけども、まずはねアップストアとかそれから Google Play ストアでダウンロードするじゃないですか、銀行アプリを。その後にこの紹介コードをね入れていただくと、このプロフィール作成欄で紹介コードを入れていただくと、一番最初のね1000円が入金された状態で銀行口座スタートなんですよ。これいいでしょう。であと免許証番号ぐらいは入れといてください。そういうふうにしてね、大体5分ぐらいでできて、最初から1000円入ってる状態でスタート。しかもその時にプロフィール作成すると自分の紹介コードが作られてますから、自分の紹介コードを誰かに、お伝えして、それでアプリをダウンロードしてもらって紹介コードを打ち込んでいただくと、今度はねその人にも1000円入るし、紹介した自分自身も1000円入るという形で、最大で、300人紹介することができて、30万人になるということなんですよね。まあ、ですんでね、ブラックリストで銀行口座が作れて、このスマホアプリでね、でしかもデビットカード、JCB のデビットカード機能付きでプラス1000円最初から入っていて、紹介するたびに1000円入るみたいなね、こんな美味しいアプリはないんじゃないかなと思いますんで、今日も紹介させていただきました。おかげさまでね、私も昨日も入金がありまして、いやありがたいなと。日々ね何千円か入ってるっていう、そういう銀行口座っていうのはなかなかないですからね。ちなみに私もねブラックだったんですけども、今はブラックが溶けてね、ブラック溶けて3年目ぐらいかなまあ普通に使えてはいるんですけども、それでもねやっぱり銀行口座ができるっていうのは、クレジットカードができるってものはありがたいですね。以上でございます。ぜひね作ってみてください。